こんにちは。リニューアルされた泉の広場を見た後、すぐそばの野もかゾーンというバル街にやってきました。そこでこれ、タピオカスイーツ。台湾のガイドブックに載っていたタピオカスイーツです。ずっと食べてみたかったんです。ということで、サオドウファさんの店に入ることにしました。読み方合ってるかな。たくさん種類があって迷ったんですが、今回はタピオカとピーナッツのドウファにすることにしました。温かいのと冷たいのと、どちらか選ぶことができます。店員さんにどっちがおすすめか聞いてみたら、どっちも美味しいですが、今の時期だったら温かいのもいいと思いますよということでしたので、温かいのを注文。タピオカは柔らかめ、ピーナッツ、煮あずき、豆腐はあんまり甘くない。シロップが甘いので一緒に食べる感じです。煮ピーナッツは少しシャリシャリ感が残ってて、でも柔らかくてめっちゃ好きな食感。これご覧の通り結構ボリュームがあるんですよ。温かいのを注文して結果的に良かったです。これだけの量の冷たい豆腐食べたら絶対お腹冷えます。個人的に乳製品不使用、小麦不使用スイーツを埋めてて食べられるっていうので、とてもいいお店だと思います。でも一人でブラッと立ち寄って食べるにはちょっと量が多いかも。牛ママの牛肉麺というのを注文してみました。麺メニューのトップにあったものです。チンゲン菜とネギと玉ねぎ、牛肉が具材です。牛肉結構たくさん入ってます。柔らかくて味が染みてて美味しいです。途中映像が撮れてなくて、いきなり残り少なくなってしまいました。スープが濃く見えますが、特に濃くはなくて、スパイスの香りがいい甘めの味です。こっちの麺料理はちょっと量が少ないかな。お腹いっぱいにはならないですね。ご視聴ありがとうございました。次回の動画も楽しみにしててね。グッドボタンとチャンネル登録もお願いします。